デラニーボニーはアメリカ合衆国のデュオ歌手。デラニー・ブラムレットとボニー・ブラムレットの夫婦により結成された。エリック・クラプトンとの共演等で知られる。いくつかの作品では大編成のバックバンドを従えてデラニーボニーフレンズという名義となっている。デラニーと表記されるが実際の発音はディレーニーの方が近い。1939年に ミシシッピ州ポント徳トで生まれたデラニー・ブラムレットは1959年にロサンゼルスに渡り、その後テレビ番組、シンディグのハウスバンドであったザシンドッグズというバンドで活動。一方、1944年にイリノイ州アルトンで生まれたボニー・リン・オファレルはイーストセントルイスで育った後、1960年代にはメンフィスに移り、 様々な歌手のバックコーラスを経て、アイクティナ・ターナー専属のボーカルグループ、アイケッツに初の白人メンバーとして加入した。1967年、二人はロサンゼルスで出会い、ほどなく結婚。そして、デラニーボニーも結成された。デラニーボニーは、1968年にスタックスレコードとの契約を得る。そして、ブッカーティ ザエム・ジーズやアイザック・ヘイズのサポートを得て、レコーディングを行うが、その時の音源は一度お蔵入りとなり、デューオーが名声を得た後に、ホームというアルバムとしてリリースされた。二人は、メンフィスで知り合った、ボビー・ウィットロックを連れて、ロサンゼルスに戻り、エレクトラレコードと契約して、1969年春には、アルバム、オリジナル・デラニーボニーで、メジャーデビューを果たす。なお、 当時ジョージ・ハリスンがデラニーボニーをアップルレコードに勧誘し同社からオリジナルデラニーボニーをリリースしようとしたが実現せず同アルバムのために用意されていたカタログ番号サッカー7は決番となった1969年デラニーボニーはブラインドフェイスのアメリカツアーのオープニングアクトを担当当時ブラインドフェイスで活動していたエリック・クラプトンは 二人と親交を深め、バンド解散後、ジェリー・マギーの後任として、デラニーボニーのサポートギタリストとなった。デュオは、アトコレコードに移籍し、12月には、デラニーとエリックが共作した楽曲、カミン・ホームがシングルとしてリリースされた。同作はイギリスでもリリースされ、全英16位というヒットを記録した。シングル B 面に収録された、ルーピーは、 ボニーとレオン・ラッセルとの共作で、後にスーパースターと解体されて、1971年にはカーペンターズによるカバーが世界的に大ヒットした。また、1969年末のイギリスツアーは、エリック、ボビー・ウィットロック、カール・レードル、ジム・ゴードン、デーブ・メイソン、ボビー・キーズ、リタ・クーリッチ等も加わった大所帯で行われた。その模様は、 1970年3月にライブアルバム On Tour With エリック・クラプトンとして発売され全米29位全英39位のヒット作となったエリックはその後このツアーで共演したミュージシャン3人と共にデレクザ・ドミノスを結成二人はその後デュアン・オールバンと交流を深めデラニーよりボニーへモーテルショットを発表後者は アンプラグドの色が強い作風で、デュアンに加えて、ジョー・コッカーやグラム・パーソンズも参加。また、映画、バニシング・ポイントにも出演した。その後、コロンビアレコードに移籍して、d ートギゲザーを発表した。しかし、同作を最後に、デュオは解散し、二人は離婚する。その後ともにソロアーティストとしての道を歩むが、 ボニーは1987年よりボニー・シェリガン名義で女優に転校。2002年に約四半世紀ぶりのアルバムアイム・ステル・ザ・セームでシンガーとしてカムバックを果たした。一方、デラニーは1972年にサムシング・スカミングでソロデビュー後、1970年代に計4枚のアルバムを発表した。1980年代以降はしばらく作品は 途絶えるものの、2000年に、サウンズ・フロム・ホームでカムバック。2007年には、ア・ニュー・カインド・オブ・ブルースをリリースし、存在感を示した。しかしながら、2008年12月27日、デラニーは、胆能手術後の合併症により、ロサンゼルスで死去した。夫妻の娘、ベッカ・ブラムレットは歌手になり、フリー,イートウッド・マックのアルバム、タイムに参加するなどの活躍をしている。 ありがとうございます。